ケイスケと、キャビラだ、こっちも、2022年年末紅白歌合戦、よっしゃー、パン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 、はい、ということで今年もやってまいりました。去年にもやりましたね、紅白歌合戦、うん、それの2022年バージョンでございます。はい、チーム分けはしております。はい、白組、ケイスケ&ガチヤマペア、イエーイ、よしよし。そして赤組、島袋、ハンくん、ヒロトチーム、よしよし。ライフの甲が抜けたんで3人になります。そうやな、ライフの甲戻ってこっちチーム入ってや。こいつが上手すぎたさ。いやそうそうそう、なんかもう俺ら歌ってみたいやんのが嫌になってきて。そうそうそう、俺さ、これ裏話なんですけど、これガチヤマと2人で話してたんですよ。そう、歌の収録でね、みんなで歌うやつで、パン君が歌ってる時は俺ら裏側は次誰行くやってんねん。そんぐらい嫌やねん、プレッシャー。どうした、ほんと T シャツのサイズ。いや本当にいじめられてます、マジで。違う、なんでお前太りすぎや。俺こんな余裕やで。俺も全然余裕や。サイズなんなんじゃお前。俺は XL、 俺は L、 S。 逆なのそれ。ということで今回のこのチーム分けなんですが、パン君指定のチームとなっております。はい、はい、一応で、今回なんと年末ということで豪華な会場を借りさせていただいたんですけど、はい、こちらの金額がですね、今回9万9000円なんですよ。10万円ね、約10万円で、負けたチーム9万9000円負担していただきます。まあ分からんから、ね、いやマジで分からんで、いやマジで勝つぞ。いや当たり前や、お前誰よりも闘争心燃やしとるわ。大丈夫お前、呼吸できるそのサイズで。ルールなんですが、お互い白組赤組1チームにつき5曲ずつ歌ってもらいます。はい、でその5曲の合計点数で競うんですけど、歌うのはソロでも2人でも3人でもどういう歌い方しても大丈夫です。うん、YouTuber 的に視聴者さんが極力分かる曲をね、はい、極力ね、極力ね、1年間僕たち何曲も歌ってみたとかカラオケ動画してきましたけど、はい、その練習の成果を覚え発揮してください。はい、これガチで嫌なの、本当に負けんの。負けず嫌い。なんか歌はそうかも。まあまあ、それぐらいプライドあってくれた方が俺ら的にも。だってハン君18の時なんか俺とトールで、ハン君マジ歌うまいなって言ったら恥ずかしがって、いやそんなことないよ、うん、でも YouTuber になってからみんなに歌うまいって言われだしてから自信持って俺歌うまいみたいな。褒められすぎて逆に開き直ったろ、そこまでいったらみたいな、うん、はい、ということで早速やっていくんですけど、歌う順番決めていきたいと思います。はい、せーの、最初から何しろよ。いや、どっちもええやん。最初はグー、じゃんけん、ほい、先行。おい、先行でいいんですね。いやもうね、先行の方が勝てるっていうことになんか最近気づいたよ。最近俺がずっと先行選んでんの見てたんや。でも最近あんた負けてるやん。確かに、何かと負けてるからね。だから今回でこの動画でその流れを変えるっていう、もう綺麗に今年を終えさせていただきますよってことで、早速2022年紅白歌合戦やりぞ。ではまず誰が歌いますか。言ってほしいけどね、一発目いいよ、行くわ、やっぱソロでで、高得点でなんかこうプレッシャーを与えてほしい。なるほど、では、1曲目はハン君のソロ曲で言ってもらおうと思います。しゃーい、では歌わない人はあちらの座席へ。もう歌う曲は決まっているんでしょうか。決まってます。おい、それでは1曲目入れたいと思います。はい、僕が入れる歌は赤西仁エターナル。おー、ガチやん、狙いに来ます。マジでこれガチガチのガチやん。あ、これ俺らの世代曲だよね。これ結構世代の平成ですね、これは。さあ、マジやな、こいつ。マジお願い。Thank you.
ぱすごいですね。あらす。食べたから謝ってほしい。足元いんだから。いやいやいや、誰が足元待ってんの。いや、ヨギボーやこれ。大丈夫、俺何かあったら優しく包み込んどいから時できるから。ということで、赤組一発目の点数は 95.277 ですね。じゃあ、はいはい。じゃあどうしますか、白組。いや、どうする、マジで。抑揚をつけるにはデュエットがいいと思うんですよ。いや、ケイスケのソロで言ってほしいけどな。なる。いやいやいや、パンクなの。よし、別に俺言ってもいいで。俺マジで勝つ気でいいんで。よし。95なんか何なんて。何なんて話。俺行くか。いや、分からん。言って。分からんけど。じゃあガチヤマね。さあ、白組一人になりましたか。決まりましたか。決まりました。はい。ではガチヤマの歌う1曲目の曲は何でしょうか。季節に合わせてデミオロメンの粉雪でいきたいと思います。よくよが作りますよ。いいね。ああああきききききき。負けないみたいな。粉雪舞う季節はいつも過ぎ違い。人を見に紛れても。オーラー空見てるのに風に吹かれて似たように凍えるのに、うん、あ、こっからですか。僕は君の全てなど知ってはいないだろう。それでも一億人から君を見つけたよ。根拠はないけど本気で思ってるんだ。些細な愛もなくてララライララライ。同じ時間をられたなら、ああ二人
頼りなく心は揺れる。ああそれでも僕は君のこと守り続けたい。粉雪で心まで白く染められたなら、ああ二人の孤独を包んで空に返すから。いやうわあ危ねえ。最後頼む、いいね、頼む。さあガチアの得点は、あ、いった、ヘイ、よしよしよし。ということでガチヤマの得点 94.689 ですね。よっしゃー、ハン君との差は1点もありません。 0.6 ですね。今年エスコ歌うまくなってへん。それ今の方言ってひろと、今から俺ら低かったら、いやそうやね、いやなんか急にケースくそっち側回ってるけど。いや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 、あれ無言ですけど、赤組のリーダー大丈夫ですか。これマジちょっとお前本当にお前らマジで、いや任せろ、マジで歌うと歌うんだよ。俺はもうプレッシャーがないの分かってるやん。だからプレッシャーを感じろって言って、え違う、そんなんしたら縮こまって歌えないから。ああ、今お前こいつのまでで引っかかってるよ。危ねえ危ねえ。助かった助かった。では次赤組誰が歌いますか。いやこれヒロといこう。ヒロ、オッケーオッケー、ちゃんとお前分かってんな、歌曲線。オッケーオッケー。ということで赤組2曲目、はい、ヒロトの曲はちょっと最近ハマってた曲がありました。おっ、ユーリのシャッター。おぉマジむずいぞユーリさんは。挑戦やな。シャッターがってせ、そこ重要。君と見るはずだった花火が夜の隙間を埋めてくる。そこ持つ、そこ持つ、感傷に浸っちまうから、ツイッターは閉じた。あの上に置いたカメラも今距離を置きたいくらい。僕は今日すべて失って一日中泣いていた。本当の気持ちはやっぱり見えないけど、君のアルバムにいる僕を全部消したんでしょう。シャッターが落ちるみたいに君を切り取って、心のアルバムに全部そっと溜め込んでた。だからさ、だからさ、仕草も匂いも覚えている。シャッターを切る時間も君に触れていればよかった。全ての時間を君だけに使えばよかった。はい、よくよ。どんなに綺麗だから。お前ちょっとハイレベルすぎるね。うまいわ全員。シャッター
ったよ。ナイスナイス。じゃあ、とりあえず俺ソロで行くわ。うん、いったマジで。では行きます。僕が歌うのは大好きな映画ダイロさんの TAKAHIRO さんがボーカルバトルオーディションで選んだ曲、運命の人です。これ久々やな、ケースケの運命の人聞く。そうだろ、最近歌ってなかった、うん、初のオーケストラバージョンでの挑戦です。あら、やっと出会えた、気づいた時は遅くて、大人びた今ならもう少しうまく付き合えそうだよ。今までふと気がついたその瞬間に、いつも君が浮かんでくる。この想い感じていたいから、笑いとしても今僕の気持ちは一つ。93.338 でございました。いい勝負じゃないの。めちゃめちゃいい勝負。マジでいい勝負。レベル高すぎやろ。続いて役組に変わりたいと思います。キーマンはもっちゃんやねんな、すべての今日の戦い。だからもうこれから歌う企画も4人でやってくれ。ということで、赤組の3曲目島袋を歌う曲は尾崎清彦さんのまた会う日まで。おー、もうこれ完全昭和の歌です。もう僕の土俵で戦わせていただきます。会える時まで、別れのその明けは話したくない。なぜか
寂しいだけ、なぜか虚しいだけ、互いに傷つき、全てをなくすから、二人でドアを閉めて、二人で名前消して、その時心は何かを話すだろう。めちゃめちゃいい。あいつ隠し持ってない。いや、ほんまにお前が一番紅白に近い。互いに気遣い、昨日に戻るから、二人でドアを閉めて、二人で名前消して、その時心は何かを話すだろう。あの、お前で、うん、93点は初めてだということで、改めまして島袋の点数 93.594。 よっしゃー、めっちゃ最高だよ。来たぜ。聞こえで言ったら今日一番うまかったもんね、なんかもうすぐ表情とかも全部含めて演歌歌手やった、うん、ちびっことならお母さんとか見てるから、多分そういう人には、いや、そうだよ、多分お母さん世代にはマジでぶっ刺さると思う、この歌は。23年出していこうと思う、演歌。じゃあちょっと昭和勉強していくか。 TikTok の切り抜き、ぜひお願いします。山田さん、お願いします。じゃあ行きましょうか。行きましょう、はい、白組3曲目、デュエットできますか。あー、じゃあデュエットいきます。デュエットいきましょうか。決まりました。ああ、僕たちが歌う曲は3代目 JSO Brothers ラブソング。もうこれはもう学生時代腐るほど歌いましたから。あー、歌ってたね。これは今の子たちでも分かる曲です。無防備な顔して君が笑うたびに思わずどうしようもなく胸に溢れ I love you ありふれた言葉を並べるだけじゃなく迷いのない真実を伝え続けていたい。過ぎてゆく
93.801。 まあ93後半でございます。まあデュエットとしては成功ではないでしょうか。あっちしよう、はい、点なんなんなんのあっちの勝負になってる。いやそうです、0コンマのな。だからもし92、91で取った場合はもうヤバいよ。ヤバいよ。まあまあいいわ、任せて。では赤組誰が、まあ俺行こう、うん、ソロでいいんですか。ソロで行こう、行こう、うん、じゃあ赤組ハン君ソロで、はい、お願いします。はい、はい、全部準備できました、はい、ということで僕が入れる曲レイニーブルー。どちらの鶴野さんですか。いや、徳永っち。徳永っちだ。人影も人影も人影も見えない午前0時ガチや。ボックスの外は雨ガチや。長いかけられたダイヤル回しかけてふと指を止める冷たい雨に迎えながら悲しい物語を思い出した。さあ、よくよつけてきてます。あなたの帰り道交差点を足を止める。レイルも終わったはずなのに、レイリブなぜ追いかけるの。あなたの幻消す私も今日はそっと雨。やばすぎるな、やっぱあなたの幻消すように私も今日はそっと雨。マジで狙ってみたんだよな。6ぐらいだった。6狙ってみたということで、はい、白組か。白組の番ですが、ガチヤマソロで、はい、もう僕ちょっと行かせてください、はい、お願いします。はい、点数出る曲みたいなのあるんですか。あります。今から歌う曲は98点ぐらい取ったことあります。手ぐいよね。高校サッカー選手権っていう俺らの最後の大会の俺らの代の歌になってた曲、はい、ということで僕が、歌うのがブルーエンカウントの始まりでございます。95は出したいね。ということで、いきます。はい。確かに僕たちはあの場所にいた。夏も愚痴をこぼした冬も
急ぐ季節の真ん中で一緒に走り続けた。夜に吸い込まれた夕日に気づかないで、同じ未来を見つめてた。どんな壁に出会おうとも、頑張れの言葉が辛い時もあった。大切な人のエールに応えられるか不安で、ずっとずっとそうずっと僕たちが見たこの夢はきっときっとそう。まあトントンぐらいだな、マジで多分マジトントンぐらいやな。さあラストはどういうフォーメーションで歌うんですか。いやじゃあ待って、ヒロトで行くわ、ヒロトで行こう。では枠組ラストもソロで大丈夫ですね。はい、ではヒロトスタンバイの方、信じてるで。さあということで赤組、ラストですがソロを選択いたしました。僕が一番点数取れるアーティストでいきます。僕が最後に歌うのはバックナンバーのフィッシュです。おー、いいの入れるじゃない、あんた93、4取ったことがある。なるほど。私のスカートが怯えているのね。優しいね。おー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 、もっと感情込めろ。あなたの話では悪いのは自分で。Yeah.
さあどうしてなの、あの子みたいに笑えれば、あの子みたいに泣けたなら、甘え上手になれてたら、今もそばにいられたの。さよなら、まだ私を呼ぶ声が このフィッシュヒロトは 91.739。 オッケーオッケーオッケー、全然オッケー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 、早くもらってこい、ザコ。はい、すいません。じゃあ白組ラストどうしましょうか。いやもうキースキさん締めてよ。ソロで行きます。いや行こうよ。いいんですか、ラストのチェア。ふぅ、それ2人の方が良くない。いや別にいいけど、ハンデとして。あー、いや、いらん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 、ハンデなんて、ハンデなんていらんいらん、ハンデのやつやめて。ではちょっと変わりまして、はい、白組ラストもう一度デュエットでいきたいと思います。はい、2022年ラストを締めさせていただく曲は3代目 JSOULBROTHERS Best Friends Girl。 昭和の曲が大好きな島袋も知っています。知っています。デビュー曲だよね、3代目の、誰よりも好きなのに誰も知らない抱きしめたい、許されるならば君を奪いたい、でも込み上げる想いをもし口にしたら、その途端に全て消えちゃいそうで、君へ伸ばすその右手は、僕のものじゃない。
みんなに僕の心の中を全て見せたら誰か傷つく。行く先のないこの情熱は夜がしたら暗いな。結果発表の方に移りたいと思います。はい、はい、ということで結果発表。さあ2022年ラスト紅白歌合戦、はい、果たして勝者はどちらの組だ。ではまず赤組の点数を発表したいと思います。赤組の得点合計点数は467.449。 高いな、でもカラーこれが高いのかどうかがな。対して白組、はい、合計得点は472.934 ということで白組の勝利。よーし、5点差でございました。5点も差あったんや。最後のベストフレンズガールが、そうやそうや、だいぶ出ました。行き過ぎましたね。95点、そっち何回に95点が2回、2回だね。ということで一番最初に説明した通り、こちらのカラオケ99,000円明け組で負担してもらおうと思います。おーっすー。こっちになります。多分ご飯も頼んでるで10万円を超えてます。俺らだけ食ってない、こいつら全員食ってない。サラダ頼んだのに注文されてなかった。何日今年。今年はあと3日です。3日か、明日から3日です。なので明日からはどんな企画が上がるのかは楽しみにしていてください。はい、ということでまた次回の2023年紅白歌合戦でお会いしましょう。まだ早いけどね。バイバイバイバーイ。頭からつま先までのエスポアルイナズナ、リスナーの心くすぐりかますイナズラ、大阪埼玉石川レペゼンの YouTuber、 ヤバすぎて食らうからチャンネル登録する。や発射 GO エスポワールトライブ、時代を変えるために今アクションやげよう。12345動画再生数急上昇、難問ばかりのダンジョンみたいな関門抜ければ感動、折れない心を持つのがマスト、エスポワールのインパクト。